ラリネア・デラ・コンセプションは、スペイン・アンダルシア州下ディス県のムニシピオ。単に、ラリネアとも呼ばれる。イギリスの海外領土ジブラルタルトの国境である、ジブラルタル湾の東地境にある。ジブラルタルトは、経済、社会ともに密接となっている。街の名前は最初はリネア、または、スペイン・ジブラルタルトを隔てる、境界線から生じた。第二に、 町の守護聖人無限在の親鳥からラコンセプションが生じた。ジブラルタル住民は一般にジャニートスと称する。これはスペイン語の平坦なという意味の言葉らのから生じたものである。ラリネア住民は自らをジャニートスと称する。これは彼らが実際ジブラルタル周辺の湿地や平野に住んできたからである。ラリネア住民は 昔からジブラルタルが重要な海軍港となった18世紀からジブラルタルで職を求めた。これは1969年から1982年までスペイン政府によって国境が全部閉鎖される不運な事態を引き起こした。なぜならジブラルタルの総主権をめぐりイギリスとスペインは1704年以降争い続けてきたからである。1985年に完全に 対ジブラルタル国境が再開されてから多くのジブラルタル住民がラリネアへ移り住んだ。ラリネアの方が生活費が安く買い物の便も良くレジャー施設や余暇が過ごせるからであった。ラリネアはジブラルタルへの成果の使用供給地である。その他にはコルク、蒸留酒、魚のペーストが生産される。事実上の防衛設備と港湾を備えた重要な 軍事中屯地も抱える。自治体市長は、アンダルシア社会労働党のマリーアヘンマ、アラウホモラーレス。自治体表議員は、アンダルシア国民党、11、アンダルシア社会労働党、10、アンダルシア統一左翼、3となっている。ありがとうございます。